はい、請求すぎます。そんな、あの、三塚くんさえよければ。私、あら、どうしてでしょう。私、ちょうどこんなものは。三塚くんはお散歩に興味はありますか。12個。12と。はい、これでこの段は終わりね。本当？結構似てるのかなって、最初会った時思ったんだけど。ほら、入学式の日駅で会った。富樫優。付き合い始めたのは？船の上でデートしたのは？その後お正月にバレンタインもあったのに手も繋いでないんだ。苦しいよ、二股に。お父さん、しっかりしっかりして。お父さん、月さん、お父さんが。やめろ。いや、離して。おい、お父さん。くっそ、誰が。ひとえに勝って、ゆずきに勝って、なんで何も変わらねえんだ。ウィクロスは3回負ければバトルに参戦する権利を失う。なら何回勝てば無限少女になれるんだよ。すごい雪ですね。関東でこんなに降るのは10年ぶりだってテレビで言ってましたよ。一緒に雪宿りしてもいいですか。そうなよな。そうでしょうね。お互いに名を知らないはずはありませんし。ただ一応警告させていただけないでしょうか。立ち去りなさい、ネクロマンサー。ここはあまねくすべて我ら戦海獣ユグドミレニアの大地。踏み入った無礼は不毛に処します。この警告を感化するようであれば、死という等価をもって愚行の代償を支払っていただきます。いや、新田さん。はい、新田さん。はい、私の魔力は全部新田さんに送り込みました。私が得意なのはサポート系の魔術なんです。なーんでしょうか。今私のこと呼びましたよね。全力ダッシュで戻ってきました。はて、アイドル、それは何者ですか。よくわかりません。わからないのでまた今度。走り込みの途中だったので失礼。忘れちゃったんですか。そんなに変わったように見えます。少しは女の子っぽくなりました。先輩が私に女の子の喜びを教えてくれたからなんですよ。だから智也先輩、これ受け取ってください。2日目、東辺 29B ファンシーウェーブです。絶対に来てくださいね。詳しく。堅苦しい挨拶は良い。それよりもオシトル、もう少し近寄れ。よく顔が見えん。この国は良い国じゃな。痩せた土地ではあるが、民に笑顔がある。落ち延びてきた世を受け入れてくれもした。さすがはそなたのふるさとだけある。ただその、もう少し賑やかであればよかったのじゃが。筋力体力あるからどんなんでも持てるよ。両手剣旋風、長いランスも結構好き。ピンとこぬな。なんかどれも全然美しくないね。この銃超かっこいい。綺麗、美しい、ビューティフォー。あら、エリナ、まさか高校生にもなって思い人の一人もできたことないの。お子様、あれ、でも最近見かけなかったよね。あ、そっか、エリナに見限られちゃったの。もっと、もっと敬うの。エリナの秘書を見習いなさいよ。ええ、秋の選抜は毎年当月十欠によって取り仕切られる。つまりエリナは運営する立場にあるの。ああ、エリナと対決できるのはまだ先ね。オルトロスを派遣するのはいかがですか。あなた、ベルゼブブ閣下の近侍だったわね。私はエウリノームよ。よろしくね。
この高尚な趣味がわからないなんて哀れね。違う、意識が高い美少年愛好家よ。バレたのに猫かぶっても仕方ないでしょ。そこは神が与えたもうた創造の翼の力よ。目の前の男を頭の中で美少年に変換するの。わあ、おはよう。あ、待って、ゴミついてる。殺し屋らしいんです。だから安心してね。ひどいよ。ソーニャちゃん、花びら、ゴミついてる。負けるんじゃなくて教える方で。あれ、これどこ噛めばいいの。おかえり姫に。今日見てたよ、生徒会に入ったんだよね。この格好似合ってる。かぐやは嬉しいな。これで姫にもかぐやたちの仲間入りだね。アイテムは事実上超壊滅しました。私は新チームの発足待ちですが、戦力外の滝壺さんと組むメリットは超ないし、浜面もそこで働く必要はありません。つまり浜面はいかにして滝壺さんにバニースーツを着せるかに全ての情熱を超捧げると言いたいんですね。超まさに間一髪、危うく浜面に今日の釣りネタを超提供するところでした。はじめさんさっきパパさんが言ってたやつなんすけど、店長は私のことをそういう目で見てんすか。なんすか、何の話すか。来なさいよ。ドラ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 
しよう。まずは挨拶よね。こんにちは、ヤンさん。ヤンさん、Hello! It's a beautiful evening, girl! You speak Japanese well! いえ、そんな、お返事がなかったので留学生なのかと。だって、男の子に可愛いなんて言われたの、初めてで。問題は深刻です。わかる。ああ、そっかそれじゃあお風呂にでも入っちゃおうかな。あれ、私なんかやらかしちゃいました。ゴミ、ちょっと反省してきます。もう私、マスターを好きになりたくないの。だってあなたも、いつかは私を捨てるんでしょ。え、いい加減にして。絆はこれから私とランチミーティングの予定があるの。邪魔しないでちょうだい。もういいわ。子供相手にムキになった私も大人げなかったのよ。気を受けたの。伯爵のご子息アンドリュー様が名門校で最優秀生徒賞を取られたので、その栄誉をお祝いするパーティーです。お、当然でしょ。羨ましいんでしょ。兄ちゃん、さてはママと私をはめたな。持ち主に返すとかおかしなこと言いやがるから怪しいとは思ってたんだ。なんだよてめえ、何笑ってんだ。分かってるっつうの。逃げるにせよそろそろ動かねえといけねえってな。さっきは何だ、ちょっと救われた。ちょっとだけだけどな。あ、ちかガキとか言うんじゃねえよ。私はこれでも15だ。兄ちゃんとほとんど変わんねえだろ。任せてくれ。依頼ってどんな内容ですか？大丈夫です。私、あの時のお礼に頑張ります。あの時ってなんだ？改めて、バザーの時はありがとうございました。そうじゃないか。ああ、警備兵に突き出した奴らの仲間でござるか。あれはお主たちが悪い。乱暴狼藉を働くからでござる。ご女性、かたじけなく。拙者、ここの八重と申す。お、八重が名前で、ここの絵が仮名でござる。その、拙者ここに来るまでに恥ずかしながらロギンを落としてしまい、それで。